関霊寺関礼寺から1912年3月27日は、秋田商法の先駆者と言われた、日本の実業家。では国尾月軍河合村の生まれ。久保田藩の御用木材賞であった、秋田屋を創業した、関雲吉の子。後の昭和期に、東京電力会長などを務めた、関礼の助は長男。 第48国立銀行頭取、秋田商法会議所回答、秋田県会議員。1912年、東京上野桜木町の家具で死去。詳細を見込まれ江戸深川の木場へ例の父雲吉は、久保田藩の御用木材商であり、江戸の深川に木場を持つなど手広く、飽きないを行っていたが、江戸安政の大化の復旧、江戸城修復などで木材を納入して、 財をなし、後に、徳川五三谷の御用達も務めた。礼児は十代の頃から運吉に詳細を見込まれ、深川の基盤の管理、増設なども任された。金融業を中心に、経済界へ進出礼児は、秋田を代表する商人として、渋沢栄一、古川一兵衛などの地具を得るまでになったが、明治に入ると、秋田の経済基盤の拡充を意図して、 拠点を秋田に戻し、野代で、木材業、土崎港で改装業を営んだ。1878年には、明治政府から受けた氏族の金録交際の無駄遣いを、防ぐため、銀行の創設を提唱し、第48国立銀行を創設して支配人員になり、翌年から19年間頭取を務めた。また一時県会議員にも就いた。また例示は、 当時の聖章たちと一線を画す節度を持った、秋内の姿勢から新象と目され、その活躍ぶりからは、秋田の渋沢とも呼ばれた。指定が、明治天皇東北巡行の宿泊所に礼事の、精鋭を示す話として、1881年の明治天皇の第二回東北五巡行の際、土崎の礼事の指定が、天皇陛下の宿泊の安在所に指定された。 そのため、当時の金額で7750円をかけ、土崎坂田町に新帝を建築した。宿泊は、天皇陛下のほか、お供の北白川宮義久新王、有栖川宮垂人新王、三義、黒田清隆、三義、大隈重信、内務、松方正義、御用係、山岡哲太郎なども一緒だった。晩年令時は、百九十八年。 土崎の退化により大きな損害を受けたのを機に、東京へ今日移し、鉱山開発に着手したが、大きな成果は得られなかった。晩年は、東京で、財界人としての一歩を踏み出していた、長男、霊之助のもとに身を寄せた。1912年3月27日、霊児は、東京の上野桜議長の家具で、急性肺炎のため死去。墓所は、 秋田県秋の宮及び神奈川県の鶴見掃除寺に分骨されている。ありがとうございます。